バナナがいっぱいあんねん。バレた、捕まったのか。ああ。警備してるかバナナ食べてるぐらい。見つかったら厄介なのね。了解。ということはサイレントミッションか。了解した。じゃあこうしようか。であとバナナが重要なんですね。仲間を呼ばれたら一巻の終わりって言ってたけど、全員倒しちゃダメなの。ちょっと待って、敵の位置は正確に知っておきたいから。こうしようか。突然電話が鳴って、しかもゲームオーバーになってしまったでござる。向こうにもね、敵がいるんだよね。あれをどうにかしたい。なんかちょっとちょっかい出してみるか。お？お？あ、気づくんだ。ほら、来いよ来いよ。おおおおおお、でかいやつ来る。もう気づくんだね。なるほどね。じゃあちょっとずつちょっとずつ自分たちの戦いやすいように調整ができますね。アフー。でも手強いな。ちょっとやるだけやってみるか。来るか。ちょっと待って。音がしないような装備にしておこう。こんな感じか。待て、上がるんじゃない、上がるんじゃない。こっちにはしごがあるの気になる。行ってみましょう。はい、高いところですね。見回っているやつらが複数名いますね。めっさバナナある。バカみたいにバナナあるね。ここ何、お猿、お猿がいっぱいいるの。プラス、お猿がいっぱいだね。思うんだけどさ、電気系の攻撃をして相手から武器を奪うっていうのはありなのかな。落とすかな、そもそも。
それも微妙なとこではあるけど、やってみないと分かんないよね。そして向こう側まで行くための道がないということは、うん、おお、目の前に見えるね。いろいろあるね、宝石が。こいつらの見回るルートをしっかり把握しとかないと。気づかれちゃったー。ちょっと電気系やってみるかい。何、電気が効かないだと。マジか。まずここに一個バナナを。で、曲がってきたときに時間を稼いでもらおうかな。ダメだダメだダメだ、あそこ登れねえんだ。難しくなったな。至近距離だったけど普通に避けてこれたな。オッケー、これで最後、最後っぽいね。あー、到着した。オッケー。まったく、あとはまあね、逃げればいいだけだからね。お、これは2連休か、2連休か、2連休とかいらん。よし、こんなもんかな。よし、剣バナナかよ、ふざけんなよ。ということはこれどっかに何かあるのか。待って、宝箱いっぱい埋まってるっぽいなこれ。隠し扉もある。な
るほどね、そういうことか。まだ先があるんか。よいしょ。うん、上がらん。オッケー。よっ。突破。トパーズばっかりね、ここは。オッケー。で、ここだね。なるほど。お、何やらイベントですか？イーガダンのボスっぽくね。なんか殿様みたいな格好してんな。俺様の昼寝場で何をしている。よく知ってんね。お前誰だ。すごいアホっぽい。こうか。バトルか。バトルか。よかろう。曲がアホっぽい。なんだあれ。ちょっと待って。あれはビタロックだな。違うね。どういう攻撃チャンスかな。わかんない。どうすればいいの。何かあるはずだ。絶対何かあるはずだ。違う。違うね。なんだなんだなんだ。どうすればいいんだ。アイスメーカーでもねえだろう。どうしたらいい。どうしたらいい。無駄に時間が過ぎてるよ。あ、爆弾か。待って待って。食らってねえ。絶対何かあるはず。絶対何かあるはず。この岩は何かあるんだな。止められるわけではないな。どうしたらいいのこれ。強くはなさそうだけど、別になんか倒し方もわかんねえっていう。痛い。めっちゃ逃げ回るよ。
何かあるんだろうな。ちょっと様子見るか。マグネキャッチできるものもないし、ビタロックで止められるものでもないだろう。そうだな。あの青いシールドが気になるな。なんだなんだ、今どういうタイミングだった。爆弾なのは分かった、爆弾が正しいのは分かった。タイミングゲーか。うん、 OKOK。距離があると2つ使っても意味ねえぞ。おう、いやいや距離があるから当たるんそもそも。うん、でも今盾使っ、あいつシールド使ってないんだよね。あ、そういうことか。了解了解。オッケーオッケー、分かった分かった。ほら、狙うゲームじゃないか。オッケーオッケー、ここだ。こういうことだよね。お前めっちゃ弱いだろ本当は。倒し方が分かったら全然苦労しねえぞ。お、もしかして第三形態。激おこぷんぷん丸。あーでかい、まあ、とりあえず一回様子見ようか。お、シールド。あーなるほど、でも絶対これマグネキャッチだ。うらー、お前の上に持って行ってやる。ほらよ、あーまたー。なぜそこに入ってった。倒し方は分かった、倒し方は分かった。大丈夫大丈夫。OK。 あ、これでいいの。まあ確かに他のイーガ団のやつらよりは強いだろうけど。雑魚たちがいっぱい出てきそう。うん、だいぶコミカルなボスキャラですね。そういえばシーカー族って言ってたな。いやどういう図よ、どういう絵面よ。
2名の方、オッケーです。この下って何もないの？入ってみちゃダメ？ダメですね。おなごの格好をせねばなるまいよ。はい、これでいいね。あ、走り回ってる男見つけたわ。ゲルドの娘。ヘイ。35歳独身、趣味はジョギング。顎8人目の英雄の噂？うん、なるほど。ゲルド皇子に祀られている。赤褐色の巨神によって意味を持つこと以外はよく分かっていない。上半身が分かるものか。スノーブーツ。借り物か。鼻の下伸びてますよ。あれ？あ、あ2階？ああ、こっちね。オッケー。ごめんね、通してもらうよ。お前はいろいろ特別だぞ。あらららら、お外にいたの。なるほどね。幼さが消えたな。呼び立ててすまなかったね。でも早かったじゃないか。さすがお姫様好きの騎士だ。今日の調査も張り切ってたからね。疲れが出たんだろうさ。でどうだい、この子と仲良くできてんのかい？そうかい。でも勘弁してやりなよ。お姫様はあんたの背にある剣を見るたび落ち込んじまうのさ。自分はハイラル王家の出来損ないだって。それはあんたのせいじゃないんだけどね。この子はさ、ずっと頑張ってきたんだよ。封印の力を得るために
小さい頃から毎日毎日祈りの修行、冷たい泉で無理するもんだから熱出したり倒れたり、それでも力は得られなくて、せめて自分にできることをって異物の研究まで始めて、本当にいい子なんだ。だからさ、守ってやるんだよ、あんたがね。冷えてきたね、そろそろ起こした方がいいな。ん？ああ。ウルボさん、何ですか今の。あなたどうしてここに。いや、ウルボザちょっとあれでしょ、お茶目すぎるでしょ。重くない？ナボリスが徘徊している場所が神器を捜索している間に大きく変わった。ああ、早々に決着をつけないといけないね。共に行ってくれるな。行く？共に？一緒に行くの？南東にある監視所。パトリシア。さようでございますか。それは成長とともにぴったりになるのを待ちましょう。砂ざらしの人形がある、かわいい。これは日記か？族長日記。カカ様は天に昇り神になった。そしてわらわは今日からこのゲルドの町の長となった。カカ様が神になったのは喜ばしいことだと分かっているが、神様ではなくカカ様としてずっとわらわのそばにいてほしかった。そうね。族長になってから町のみんなは前よりも優しくなった。でもみんなの目は以前よりも不安そうだ。ルージャー、カカ様のような立派な族長になれるでしょうか。ゲルド砂漠に眠っていたはずの神獣バ・ナボリスが突然現れた。カカ様からナボリスはゲルドの民の守り神だと聞いていたが、本当にそうなのだろうか。明日調べに行こう。パトリシアちゃんと共にナボリスに近づいてみた。すごい砂嵐と雷だ。こんなのが町に来たらひとたまりもない。戻ろうと思った時にパトリシアちゃんが魔物に驚き、ナボリスの方に向かって行ってしまった。わらわの記憶はそこで途切れた。目覚めたらビューラが心配そうにわらわの顔を覗き込んでいた。真珠の調査以降、ビューラは片時もわらわから離れようとしなくなった。なるほどね。そんな時この国の宝が盗まれてしまった。ビューラは自分のせいだと言って聞かないが、わらわは族長として未熟だったのが一番の原因だ。ミノはそんなことを一言も言わず宝の捜索を励んでくれているが、無力の族長だと思われているに違いない。いやー、それは違うでしょう。みんな幼い族長を守ろうと必死なんでしょう。ヘダチは必死の捜索で宝を盗んだ族のアジトを突き止めたようだ。しかし族はかなりの手だれのようで、アジトに近づくことすらできないようだ。雷鳴のカブタは目の前だというのに、どうかわらわをお導きください。そんな時に私が現れたわけですね。めっちゃ砂ざらしのさ、なんだこれ、石？調べることはできないみたいな。本がいっぱいだね。お勉強熱心なことで。でも、ぬいぐるみがいっぱいある。めっちゃ可愛らしいな。よし。じゃあ、今回はここまでにしておこうかな。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。では、また次回お会いいたしましょう。失礼いたします。おう。